す。いつもお世話になっております。はい、今日も始まりましたアズリーやろうよ。はい、この番組は一体何なのかを今から説明させていただきますね。はい、この番組はアズリー FM 公認ナビゲーター岡本純一がユニークなゲスト様をお呼びしてお試しで放送現場に来てもらう番組となってます。はい、こちらでね、あのゲストさんとまあ気軽にお話をしてもらいつつ、あわよくば冠番組を持ってもらいたいなって、そういうふうに強く強く願っている、そんなまあ今日この頃でございます。はい、じゃあね、まあお話をちょっとしたいのは山々なんですけども、ちょっといくつか重要なお話だけさせてください。まずね、岡本純一の著書我が芸と、こちらの著書今書店ではあまり並んでないみたいでして、あのアマゾンの方で買えるようになってます。我が芸とをぜひ買っていただければと思います。よろしくお願いします。はいはい、で次に言いたいのがこちらですね。シャチホコアズリー FM では X でコメントを受け付けることができます。はい、X のこの SH アズパン FM っていうところにあの返信でリプを送ってくださいますと、直接あの僕らのところに通知が届きまして、それを読み上げることができます。ですので、もしもまあ今回のゲストさんはこういう番組をやった方がいいんじゃないかとか、あとこういう番組であのなんていうのか、私の夢を叶えてほしいわとか、こういうタイトルの番組どうなのっていう、そういうような話だとかもいろいろとしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。ぜひコメントで参加しましょう。よろしくお願いします。はい、それでは、はい、お待たせいたしました。今回のゲストをご紹介いたします。はい、ガブリチキンのキッチンカーのアルバイト兼俳優のスマイル翼さんです。スマイル翼さん、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあちょっとすごい興味深いそういうまあ肩書きをお持ちなんですけれども、ガブリチキンっていうのはフライドチキンでしたっけ。そうですね、鶏のフラ唐揚げですね。唐揚げ、はい、はいはいはい、なるほど。いやね、なんかそういうまあガブリチキンについてのそういう映像資料もいただいてるもんですから、ぜひ、はい、とも共有したいのは山々なんですけれども、はい、ただちょっといつものねお決まりの、あ、はい、まあオープニングの、はい、まあ決まり文句があるので、ぜひご協力いただければと思います。わかりました。はい、それでは始めていきましょう。みんなでアズリやろうよ、やろうよ、ありがとうございます、ありがとうございます。 CM の映像流せますでしょうか、スタッフさん。 OK です。じゃあもう一回いきますか。はい、もう一回いきましょう。みんなでアズリやろうよ。そうです、ラインをやってるんです。ラインをちょっと、あ、ぜひよろしくお願いします。ラインのがやりやすいので、ね、そうです、そうなんで、はい、またちょっと検索します。はい、はい、どうもよろしくお願いします。はい、こちらね、僕の公式 LINE の案内の CM を流させていただきました。はい、まあこちらのトーク聞こえてたかどうかわかんないですけども、僕実は公式 LINE やってます。はい、僕のこのアズリ、アズリやろうよっていう番組で出演したいという場合は公式 LINE を通じてまあ連絡いただけますとめちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。はい、それではお待たせいたしました、スマイル翼さん。はい、まあちょっと魅力的な肩書きを2つお持ちなので1つずつ聞いていきたいと思うんですけども、はい、まずガブリチキンのキッチンカーのアルバイトということで、はいはい、まあガブリチキンのことをよく分かってないそういう全国のまあそういう視聴者さんもいらっしゃると思うので、はい、改めてガブリチキンについての説明していただいていいですか。はい、まあチェーンみたいな感じで、はい、オーナーさんが1人ずつ違ってというか、まあ全国にあるんですけど、そういう居酒屋さんみたいな、はい、唐揚げとか、まあ、いろんなね串カツとかいろんなお酒出したり、はい、全国にあるんですけど、その中で、はい、愛知県で、キッチンカーが稼働しましたのが、はい、3、4年前ぐらいからですかね。今も愛知県では7台、はい、7台稼働してまして、はい、であともう1台、京都大阪の方にもう1台、
新しくできまして、はい、へはい、今それであちこちスーパーやらイベントやら回らせていただいております。はい、あそうでしたか。はい、はい、なるほど。まあそのガブリチキンのキッチンカーのオーナーではなくて、はいはい、パート勤務ってことですよね。はい、アルバイトみたいな感じです。はい、なるほど。だけど一人で任されてるんで、はい、もう自分で開けて、はい、お客さんに接客してお金もらって、はい、で渡すっていう、そこまで全部一人でやらなくちゃいけないので、はい、まあ大変は大変でしたね最初は。そうですね、今もう慣れましたけど、はいはい、なんかそのガブリチキンの映像資料があるっていうふうに聞いてるんですけども、はい、じゃあ今ここで流してもらっていいですか。はい、お願いします。はい、はい、それじゃあスタッフさん、はい、例のものお願いします。お願いします。はい、こんにちは、スマイル翼です。お今日はガブリチキンさん、愛知県は樹木寺町の、ピアゴ樹木寺店に来ました。今日も唐揚げの雨が降るぜ。ちなみに唐揚げいかがですか。ガブリチキンファイヤーガブリチキンの雨、はい、そうです。これ YouTube に流れてる映像なんですか。はい、そうですね。皆さん来てね、はい、皆さんこれ見て結構来てくれたりして、うん、あ、そうなんですね。で先日も、はい、TikTok で、はい、歌手の方なんです、はい、清須の方なんですけど、はい、まあ、浜田省吾さんの歌をギターでその弾き語りをして見える方なんですけど、はい、急にあのメール来まして、はい、あ、清須、ピアゴの清須やったら近いで買いに来てくれるわ、買いに行くわとか言って、へ、本当に来てくれたんです。あ、そうなんですね。はい、へー、すごい。結構、まあね、TikTok では結構有名な方なんですよね。へー、すごいですね。だそういう結構知り合いがどんどん今できてる最中なんで。そうですよね、はい、それでガブリチキンのキッチンカーのアルバイトだけじゃなくて、はいはいはい、なんかこれが人脈大きく築いてる原因なんじゃないかなと思うんですけど、俳優もしてるんですよね。はい、そうですね、うん、俳優はもう59歳ですね。はい、名古屋のテアトルアカデミーというところで、あ、はい、まあ、シニアタレントというかそういう感じで募集が来てましたので、うん、はい、まあ、ちょっと、まあ、冗談半分で、はい、応募してみたんですよ、はい、そしたらなんかトントン拍子で面接も全部受かってしまって、はい、で、まあ、所属してましたんですけど、はい、はい、まあ、それで、まあ、結構、まあ、あそこはアカデミーっていうくらいだから勉強はまあしっかり結構させてもらって1年ぐらいで、うん、まあ、勉強させてもらったんですけど、いろんなことをね、はいはい、だそれでも、まあ、先生にその、うん、先日僕埼玉でファッションショーに出たんですけど、はい、川越の方 でそれにも役立ってるんですよ。やっぱり先生にその歩き方だとか、はい、そのポージングだとか、はい、姿勢の仕方だとかそういうのも基本的に教わってましたので、うん、だから、まあ、歩くのはすんなり多分僕は行けたと思うんですけど、まあ、うん、緊張してちょっと力は出せたのかなというところなんですけど、はい、いや、それは緊張しますでしょう、ね、もうね、はい、5000人とかそのぐらい見てる人なんで、はい、うん、はい、いや、すごいですね。そうだったんだ、なるほど。まあ、僕も実を言うと小劇場の役者をしてた時期もあったんですけど、うん、はい、ただそういう、まあ、大手の事務所の恩恵を受けてたわけじゃないので、うん、はいはい、なんか今話聞いてて羨ましいなと思ったそんな次第です、はいはいはい、なるほど。それじゃあ今、まあ 僕、まあ、僕入った時から先生にちょっと言われてまして、はい、なんか他の人となんか違うオーラがあるっていうか、はい、なんか変わってるっていうか、はい、だから僕が、はい、その、まあ、練習でその前に立つと、はい、皆さんちょっとニコ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 笑い出すんですよね、はい、僕は普通にやってるつもりなんですけど、はい、その普通がいいのかなっていう感じで、確かに何も飾る気がないっていうか、はい、僕の前、はい、はい、そんな感じな性格なんで、うんうん、はい、なるほど、ええ、そうですね。確かに YouTube のあの音声聞いた感じでもなんか他の人が作れない個性を持ってるなっていう印象があるんで、あ、そうですか、はい、だから、まあ、やっぱりなんか持って生まれた才能というか個性をお持ちなんだなっていう感じがしますね、はい、うん、なんかそれに関係する資料でなんか鈴木亮平主演の
はい、ネットフリックスのシティハンターに出させてもらって、すごいじゃん。で、まあ、それの、はい、その、ゲットワールドっていう主題歌をちょっと、はい、YouTube で上げさせてもらったんですけど、はい、結構皆さん見てくれて、はいはいはい、よかったなと思いました、はい、じゃあせっかくなんでその YouTube もちょっと今共有いただいているので、はいねはいはい、見ましょうか、はいはい、お願いします。お願いします。まいりましたです。今日は Netflix で今公開し全世界に公開されておりますシティハンターのテーマソングゲットワイルドを歌ってみたいと思います。カラオケボックスで歌ったんですよ。よろしくお願いいたします、はい、なるほど。確かカラオケボックスってあの SNS での共有って OK だったってことダメだったとこあった気がするね。そう、ダメなとこもありますね。ここは OK だったんですか。はい、おーめっちゃいいな。僕生きてや OK なとこもあるね。そうなんだ。俳優の場合は僕メガネ取って、あ、メガネ取ってできるんですか。みんなあの監督がメガネ取ってって言われて、あ、そうです。はい。なぜメガネ取って取って、こういうことって言われて、メガネ絶対外す。それでも見物が見える。それで近くは見えます。遠くはなんですけど、大丈夫です。うん。それはいいですね。ちなみにこれのカラオケの点数何点でした？92、3点でしたかね。あ、すごいじゃないですか。90点みたいなの多くて、あ、90点失敗すると85点とかね。あ、失敗しても85点。わー、すごいじゃないですか。僕成功して85点ですよ。そうですか。僕大体90点多いですね。たまに演歌も歌うんですけど、92、3点ですね。すごいですね。それじゃあまあ動画では伝わってないんですけども、なんかめちゃくちゃ迫力のある歌なんでしょうね。まあそうですね。スタのところは、はい、この歌はね、なるほど、結構ネタ歌なんです。今もまだ売れてるんですこの歌。あ、ね、今でも？今でももうね、結構売れてる歌なんで。そうか。はい、それやっぱりあのネットフリックスで配信されたのが大きいですかね。大きいですね。はい、大きいですね。うん、なるほど。鈴木亮平さんが頑張ってましたけど。うん。面白い、いろんな役で、うん、真面目な役からエッチな役から、はい、面白いんですあの人。そうですね、はい、もう普通に喋ると普通の方なんですけどね。僕も喋ったことあるんですけど。あ、喋ったことがある。はい、全然喋ったことあります。羨ましい。本当にね、もう俳優さんとは結構喋ってますよ僕は。はい、そうなんですね、はい、なんか打ち合わせの時でもお話聞いてたんですけど、なんか菅田将暉さんの弟さんと話をしたりして、はい、お父さんとも、はい、先日の下克上球児でお会いして、バックネット裏でそのフリータイムの時にちょっと隣に座ってきたので、はい、誰かなと思ったら弟さんで菅田将暉さんのちょっとおしゃべりしました。おー、いいですね。めっちゃ充実してるじゃないですか。俳優を始めたの59歳からでしたっけ。そうです、59歳でもう今、はい、ほんで64ですからね僕。64、はい、いや全然そんなにまだ全然浅いんです、はい、僕、うん、なるほどな。いやでも今フリーランスの役者してるんですよね。はい、もう今は全然フリーで、もう好きな、はい、うん、自分でもう、うん、チャレンジです。うん、もう多分死ぬまでチャレンジだと思います。そうですよね、はいはいはい、なんかまあプロのそういう役者の募集の案件っていうのはめったに来ないような印象があるんですけど、どうなんですかそこのとこって。一応まあ、 SNS っていうかそういう案件専門のサイトもありますし、はい、おーはー、まあいろんなですよね、うん、僕あらゆるところの募集をいろいろ見てますので、そこで全部応募してますので、オーディションだとか、まあそのままその書類だけで通るとこもあるし、まあいろ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 なんですよね。そうなんですね、はいはい、なるほど。やっぱり今インターネットの時代だから、まあそういう俳優の募集の案件についても探そうと思えば探せる状態なんですか。探せますね、はい、いろいろ出てます。なるほどな。じゃあちょっと頑張って、僕もまあ俳優を抱えてる劇団オーナーなんで、まあ、はい、そういうことを意識した上でちょっと
みんなで応募しようよって声かけたいと思います。そうですね、はい、はい、なるほど。え、他になんかどういうのに、どういう作品に出たんですか？あとですね、まあ先日ですけど、はい、今土曜日の11時40分からやってる、はい、バントマン、バントマン、はい、鈴木伸之さんが主演の、はい、これ中日ドラゴンズの物語なんですけど、そこをちょっとクビになった選手の4番バッターの物語で、はいはい、それで、まあ、僕も応援席から参加させてもらって、はい、おお、はい、エキストラ参加ってことですか？そうですね、エキストラ参加ですね、はい、おー、すごいですね。鈴木伸之さんかっこいいですよ、やっぱり体もがっちりしてね、うん、はい、まあ、鈴木伸之さんは高校時代野球やってたので、はい、で、まあ、練習、お遊びで、はい、そのバッティングやってたんですけど、やっぱすごいですね、はい、お、本当に打ちますよ、はい、あの人、へ、あれ嘘ではなくて本当に、嘘ではない、はい、本当にいいバッティングしてます。お、やっぱりなんていうか、事実は小説よりきなりっていう通り、はい、ね、はい、やっぱりちゃんとできてる本物の方がやっぱり演技もなんか光るんでしょうね。光りますね、確かにね、うん、なるほど。え、他にどんな作品に出てます？あとですね、ですね、はい、まあ、僕第1号に出た映画ですと、はい、中国映画なんですけど、中国映画、はい、東尋探偵街、はい、東京ミッション3が、はい、名古屋でロケありまして、はい、それでもう裁判所の役で、はい、傍聴席から騒ぐ役なんですけど、はい、ヤクザ側で、はい、はい、それにちょっと騒いでました、わもう、すげえ映ってましたけど、何回もそうですよね、はい、まあやっぱりそれが初めて出してもらった映画ですね、うん、なるほど。それもあれですか、個人で応募して獲得したわけですか？それはテアトルアカデミーさんから。あ、やっぱさすがにそこはそうですよね、はい、はいはい、でそれも今レンタルで借りれますんで、もしよかったら見てください、僕出てますので。へ、はい、タイトルが何て言いましたっけ？東尋探偵街、東尋探偵街、東京ミッション3です、はい、東京ミッション3、はい、東尋探偵街、東京ミッション3ですね、はい、OK です、皆さん要チェックですよ、はい、はい、僕出てますのでよろしく、はい、よろしくお願いします。あとなんか中京テレビの堤幸彦監督の出演、はい、それは来月ですね、来月、はい、なんか、はい、令和の武将の、はい、令和の武将の物語ですかね、ちょっとなんか面白いあれになってて、で、まあ、岡崎の方でロケありまして、はい、岡崎のホテルと岡崎城で、はい、シーンがありまして、うーん、まあ、その時に山本舞香さんが、はい、この前結婚された山本舞香さんが来てて、うん、はい、あ、かわいいなとか思って見ましたけど、すげえなーと思って、オーラがあるなと思って、はいはい、なるほど、そうでしょうね。で、堤監督、はい、僕大好きなんで、はい、初めて堤監督の映画に出させてもらったんですよ、ドラマに。あ、はい、今まで1回絶対出たいなと思ってて、はい、で、初めて出させてもらって本当嬉しかったですよ、うんうん、そうですね、堤監督はね、僕も実を言うと、はいはい、お世話になってた、その、まあ、役者の、その、なんだろう、小劇場があるんですが、はい、その小劇場のオーナーが、堤、はい、監督の大親友である、田崎亮っていう男だったんですね。あ、はいはい、はい。まあ、その田崎さんのおかげで、まあ、堤監督とも、ちょっと、お会いすることもあったんですが、はい、やっぱり雰囲気が違いますね。やっぱ違いますね。はい。ね、うん、やっぱり、なんか、まあ、これ、後で僕も、まあ、情報で知ったことなんですけど、はいはい、20世紀少年だとか、はい、あと、まあ、天空の蜂だとか、はい、映画業界ではめちゃくちゃ強い影響を与えて、テレビドラマの世界でもめちゃくちゃ革新的な撮影をしたことで有名な、はい、まあ、いわゆる大監督らしいじゃないですか。そうですね、はい、うん、だからそんな人の下で、まあ、俳優として出られてるのは本当に光栄なことだと思いますね、はい、僕も本当光栄だなと思ってね、うん、はい、そうですよね、一緒の思いです、はい、また出たいですお呼びがかかれば、堤監督聞いてますか出たいって言ってますよ、ぜひね、出してあげてくださいよ。同じ愛知県出身なんで。そうですよ、ね、そう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 、はい、うん、いや、まあでもね、なんだろう、テレビとか映画の業界っていうのは、なんていうんだろう、全体的にはちょっと縮小傾向にあるって言われてるので、だからちょっと、なんだろう、お金の面ではちょっと大変なのかもしれないですね。そうですね、
どう思います？今ね、テレビとか若い人なんか見ないので、はい、そうですね。だからあるネットフリックスだとか、はい、結構そっちの撮影が今多くて、あ、そうなんですね。はい、皆さんそっちの方を結構見るんじゃないですかね。ユーネクストだらネクストフリックスやらね。そうですね、確かに。だってそっちの撮影が多いですよ今。ドラマとか映画とかね。はい。はい、なるほどな。まあ、つまりそのサブスクのそういう動画配信サービスのところの映画の案件が多いわけなんですね。多いですね、はい。まあでもそれでも、まあ脇役とかエキストラかもしれないけども、そういうオーディションを受けて、それで見事にいろいろと採用されてるってことですね。まあ、いろいろ出させてもらってますね。いや、すごいですよ。まあ、ネットフリックスで、あの、藤井ミッド監督のね、はい、あの、名前は、イクサガミ。イクサガミとかいう横文字なんですけど、うん、はい、ちょっと時代劇が入った、はい、映画なんですけど、それにもちょっと出させてもらったんです、一回。へえ、そうなんですね。縁があって藤井監督ともちょっとおしゃべりさせてもらったんですけど、そうでしたか。いや、興味深い話とか申し訳ないんですけども、藤井光人監督も大好きです。はい、うん、はい、いや、なんかすごい興味深い話のとこで切っちゃって申し訳ないですけど、ちょっと一度僕の CM 流させてください。スタッフさん、例の映像お願いします。はい、ありがとうございます。はい、こちらね、冠番組を持ってみたいなとか、あと、まあ、自分の本を出してみたいなとか、自分のブランドを構築してみたいなっていう方は、ぜひ岡本純一の公式 LINE に入っていただけますと嬉しいです。はい、でこちらの登録にしていただいてですね、それでアズーリ FM に出演したい場合はアズーリ応募って打ってください。アズーリ応募って打っていただいた上でメッセージしてくれれば僕は即対応いたしますので、よろしくお願いします。はい、いや、後半からはまあそんな、あの、いろんな人脈を持っていて、あの、いろんな経験もされて、そしていろんな世界を知っている、そのスマイル翼さんがね、まあもしアズリ FM を冠番組持つとしたら、まあ仮にですよ、仮に持つとしたらどういう番組をやりたいのかなってことをちょっと伺いたいんですけども、どうですかね、そのとこは。まあそうですね、やっぱり、まあ自分自身が発信できる、はい、まあ、場にしたいですね、やっぱり、ね、うん、そうですね、発信、まだ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 、はい、僕全然無名なので、だから発信すればちょっとはちょっと有名になるかなと思って。ああ、そうですね、はい、そうですね、はい、なんかね、そこのとこについては、まあ僕はこのシャチホコアズリ FM でやる意味はあるってすごい思ってるタイプです。はいはいはい、っていうのも、あの、僕自身が、あの、この放送局内で岡本純一の深掘り取材っていう冠番組やらせていただいてですね、はい、でこれで放送局内でトップ10にしたんですよ。そうです、ありがとうございます。はい、そうなんですよ。だから、あの、まあこういう、まあ別にここがいい悪いで言ってるわけじゃないんですけど、小さい放送局の中で、まあトップ10入りとか、あと、まあインフルエンサーになるっていうのはすごく大きな選択肢だと思うので、ぜひともね、あの、まあ、今回だけで懲りずにね、あの、まあ、あの、ぜひとも長い目で付き合っていただけると嬉しいと思うんですけれども、はい。また呼んでもらえると嬉しいです。わかりました。あの、僕が冠番組をまた持った暁には必ずお呼びします。約束します。お願いします。よろしくお願いします。します。はい。はい、ね、まあ、そうですね。まあ、じゃあ、その具体的に発信っていうところでなんか話すると、今の聞いた感じで言うと、なんかね、翼さんの場合は、あの、なんかいろんな人をお呼びして、で、ここで、なんだろう、まあ、社交的な話をしながら、交流を深めていって、で、そこで、まあ、時々学びになる話にすることもできると思うし、あと、なんだろうな、まあ、時々、まあ、あの、
なんだろう、まあ楽しい話をすることもあるでしょうし、あとまあドキドキちょっとエッチな話になっちゃったりするかもしれない。はい。まあそういうのもね、ここ許容されるところなんで、はい。まあ女性に直接そんな話したらさすがに失礼ですけどね。まあまあそうですね。はい。まあですけどね。まあ何しろね、日本一尖った放送局って言われるだけあって、めちゃくちゃね、いろんなことできるんですよ。まあ、ここで、まあ、デモンストレーションしてるように、CM を流すこともできるし、VTR も流せるし、はい、あと、音楽の配信もできるんですね。はい。で、あと、まあ、契約の仕方によっては、あれですね、まあ、その、既存の、まあ、音楽をこの公共の場で流すこともできるわけなんです。だから一緒にまあラジオのなんだろうな DJ みたいな感覚で、はい、では例えば生き物係の桜流してくださいって言えば本当は流せるんです。今回は用意してもらってないので流してないですけどね。なるほどね。はい、なるほど。そうですそうです。はい。そういうことも僕も大阪にスーパーボーイズという、はい。うん。グループがおるんですけど、有名な、はい、本当はその歌が聴きたかったんですけど、あ、いいじゃないですか。その僕、はい、まあ100件や200件案件やって一度も通ったことなくて、はい、で落ち込んだ時にその大阪のスーパーボーイズさんの歌、はい、大切にっていう歌を聴いて、はい、ちょっと立ち直った感じで、あ、そうなんですね。で、その方も愛知県の金山駅で路上ライブに来てて、たまたま、でそこで会って、はい、もうあなたの歌でもう、うん、その元気を取り戻しましたって言った時に本当に向こうもなんか嬉しがってて、うん、それから付き合いになったんです。ああいいですね。はい、なるほど。だからそういうね、角っていうか、そういう時にそういう、うん、歌が来ると僕は本当にありがたいなと思う。そうですね、はい、なるほどな。それじゃあまあそういう俳優とか、あとまあキッチンカーとかで知り合ったそういう知り合いや友達と一緒にまあここに来てもらって、はい、でそのスーパーボーイズさんの曲を一緒に弾くっていう番組でも面白いかもしれないですね。はい、そうですね。うん、めっちゃいいと思います。今スーパーボーイズさん、はい、結構皆さん、はい、僕 SNS で投稿してるので、うん、皆さんに聞いてもらってるんで、うん、はい、で彼らは結婚式の中でも、はあ、歌ってくれるんです。素人の結婚式で、そうなんですか、来てくれるんです。有名なんですけど、そういう、そうですよね、そういうこともできる方なんで、すごいですね。今ちょっとツアー中ですけど、まあ、ツアー多分まだちょっとあるので、はあ、ちょっと難しい、まあ、スケジュール次第ってことですね。はい、スケジュール次第ですね。すごいな、そういう人友達もあります。はい、で僕メール先と心配して、はい、どうしたの大丈夫って逆にメール来る時あって、この前も来て、そうなんですね、どうしたの、はい、心配しとるからねってメールないけどって、すごいじゃないですか、心配してくれとんなと思って、はい、いや信用されてるってことですね。そうですね、はい、普通有名人ってね、自分の時間を確保するために友達であっても、はい、メールをしないとか、あとメールを無視せざるを得ないという人が、はい、そうですね、メール来ない人もありますね、やっぱり。ですよね、かなり有名な人ですね。それが有名人から直接翼さんに対してメールを送るっていうのはめちゃくちゃすごいありがたい話じゃないですか。いやね、なんかね、そういうことをやることによって SNS でなんか話題にする人もいるじゃないですか、有名人からメール届いたっていう、はい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 、だけどそういうこととかもなんか、はい、まあ、翼さんの場合はまあ、ここで話してるってことは許容してもらえてるってことじゃないですか。ああ、そうですね、うん、はい、だから本当にね、翼さんってそういう点ではなんて言うだろう、まあ性格も豊かな人なんだなっていうことをなんか伺えますね、話聞いてると、ね、はい、うん、なるほどな、そうか、はい、うん、それじゃあまあそのアズリ FM でもし番組を持つとするんだったら、まあそういうスーパーボーイズさんの応援とかができるような、はい、そういう番組にしたいってことですかね。そうですね、まあ本当にあれやったらもう、うん、はい、そういう知り合いを呼べたらいいかなと、うん、もしそういうチャンスがあれば、うん、まあ僕の知り合いいろんな、はい、その千葉の方やら大阪の方やら東京の方やら、はいはい、まあ名古屋で
名古屋のその女優さんだとか俳優さんとか、うん、そのテアトルの知り合いの子だとか、いろんな先輩もおるし、テアトルでも、たまにそのテアトルに僕辞めたんですけど、そのロケで先輩に会うんですよ、そのテアトルで。ロケで先輩こんなとこに会ったの久しぶりとか言って、会う時あるんですよ。やっぱり芸能界だからそういうのがね、広くて、はい、狭いんですよやっぱいいですね。なるほど。なんか芸能界もやっぱりなんていうか村社会というか。そうですね。はい。で僕一つだけあの、はい、まあスタッフさんにいつも感謝の気持ちあるんですけど、はい、その撮影する人見たら大変ですもん、すごい。うん。機材を動かしたり場所を移動したり、うん、僕いつもありがたいなと思って、そうですね、感謝の気持ちでいつもロケに行かさせてもらってます。はい、うん。そうですよね、確かに。なんかね、僕もあのなんだろう。まあ、あの既存の民間のラジオ局でラジオドラマの収録させていただいたことあったんですけど、まあ、僕は早くなんですよ、はい、あの本当に一言のセリフだけ、はい、あとガヤの役ぐらいだけだったんですけど、はいはい、ただそのラジオだけでもやっぱりなんだろうな、いろんなスタッフさんが関わってくれてて、司会室もまあ押さえててくれてて、はいはいはい、であと確かお茶とか弁当も用意してくれてた覚えがあるんですよね、はい。それを見るだけでもやっぱりなんか、ね、ああ芸能界っていろんな人の支えがあってできてるんだなってことを思ったんですけども、まあ、ありがたいなと思いますね、はい、テレビはもっとすごいですよね、きっと。あ、はい、テレビはもっとすごいですね、やっぱり、うん、テレビってあのなんだろう、例えばあの時代劇で言ったらあの建物とか着物とか、はいはい、いろいろ準備するものじゃないですか。その、はい、横浜流星さんとご一緒させてもらったんですけど、はい、来年のNHK の大河ドラマにも僕出るんですよ。あ、そうなんですね。はい。ベランボーとかいう。はい。で、横浜流星さんも一応紙やってこうやってやってて、僕らもやったんですけど、そういう、ちょんまげいて、化粧して、着物して、もうだから何時間前にやっぱりね、はい、うん、あの準備しなくちゃいけないので、朝早かったですよ、やっぱり。一応京都でロケしましたけど、はい、おー、一応すごいですね。商人の主役で、商人の主役、うん、はい、結構いい役じゃないですか。で、あのそういうお城へ行く役なんです。で、例えばそのそういう人主ばっか5人ぐらいか6人ぐらいかね、はい、並んでそのべちゃくちゃべちゃくちゃ喋ってるシーンなんですけどね、うん、で流星さんが横を通ってくるシーンなんですけど、僕の後ろを。おすごいですね、本当。いや、なんていうか、結構思い出深くないですか、そういう一つ一つ。思いです。やっぱり覚えてます。そういうシーンだけは絶対忘れません。うん、はい、そうですよね。はい、もう、はい、頭の中に入ってます。そのシーンだけは。そうですよね、はい。いいですね。いや、僕もね、あの、芸能人になりたいなとは思ってたんですけども、まあ、できればね、僕の場合は主役で活躍するというよりは、あの、そういう脇役でね、はい、あのなんか有名人と一緒に仕事してるっていう感じの方がどっちかというと好きだったんですよ。僕もそうですね。どっちか言ったらその主役を沸き立たせるっていうか、はいはい、そういう仕事の方がいいかなと僕も前から思ってます、うん、はい、そうですよね、はいはい、いやなんかね、そういうね、あの芸能界の裏側の話についても多分ね、視聴者の皆さんめちゃくちゃ興味あると思うんですよ。 あ、はい、あのね、はい、アズリ FM はあのまあ既存のねテレビ局にはない、はい、まああのいわゆる尖った番組を見たがっている視聴者の方が集まってると言われてるんですよね、うん、だから芸能界の裏側には結構ニーズがあると思うんです、うん、だからぜひともね、僕から強く言いたいことがあります、はい、アズリやろうよとまさにタイトルの伏線回収なんですけれどもはい、アズリやろうよって、はいはい、まあね、あの詳しい話についてはまたあの近くの喫茶店でちょっと、はい、まあ、話をしたいと思うんですけれども、はい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 、まあここではね、あと16分ぐらいあるのかな。ちょっと、はい、はい、面白いエピソードも一つだけいいですか。あ、もちろんです、ぜひお願いします。あのですね、先日兵庫県の姫路で、先月ですか、はいはい、あのロケに行ったんですけど、それのオーディションの話で、うん、はい、姫路まで4時間ぐらいかかるんですよ。だけど、はい、そのこうみんなその、うん、お盆だったですよ、そのロケがね。でちょうど、はい、みんな帰省に
する時だったもんで、はい、車が混んで車が動かなくて、はい、8時間ちょっとかかっちゃった。8時間姫路まで8時間姫路まで8時間で行ったらもうオーディション終わってて、悲しい、これはいかんなと思って、はい、電話で連絡して、はい、すいませんこういう理由で遅れたんですけど、はい、オーディションってやってもらえないですかって頼んだんですよ、はい、そしたら取れたんですか。その日はちょっとダメだけど、はい、明日、はい、女性のオーディションがあるから、はい、その前の一番で来てくださいって言われたんで、はい、で僕もしょうがないんでもう、はい、帰ってったらまた行く時間が無駄じゃないですかね。そうですね、確かに。なのでもう車の中で寝ました。お近くの公園行って止めて車の中で行くで朝一番でオーディションやってもらって、でまあそれでまあいろんな写真撮られたりセリフ言わされたりいろんなことやらされて、で結局君はあの目がいいねとか言われて、でそれでオーディション受かっちゃいました。おぉすごい、おめでとうございます。遅れたのに受かっちゃいました。すごい、そんなことあるんですね。あ、だからそれがエピソードです、僕の一番。すごいじゃないですか。で結局その、電力会社の社員役で、はい、一応そのお断りするっていうか、そういうシーンを撮らさせてもらったんですけど、うん、そうでしたか、はい、いやね、僕ね、あの知り合いの俳優さんで、まあこれ話していくかどうかわかんないけど、はい、ちょっと匿名性を持ってちょっとね、はい、濁しながら話してるんですけど、はいはい、あの自分はあの俳優としてきちっと時間を守ってそれで、はいはい、あの出演の確約が決まっている状態だったんですよ、はいはいはい、それで、まあ、出演したにもかかわらずそれがあの他の人に役を取られたっていう経験は聞いたことあるんですね。あ、自分はルールを守ってるのにルールを守ってない他の人が、はい、あの出演の出番を取っちゃったっていうことがあったっていうのは聞いたことあるんですけど。あ、そうですか、はい、まあ、でも今回の話はその逆ですもんね。そうですね、うん、その僕はダメだと思って行ったんですけど、結局受かっちまって、うん、はい、まあ、うん、まあ、目がええって言われて一言、うん、だからそれであちらも監督も取られたらもうなんか役にはまったのかなと思って、うん、そうですね、はい、そういうことだと思います。あのエキストラとかいろんなことでもやっぱりその相手のその要望というか、こういう役屋でこういう人がいいとか言ってそれにハマった人をやっぱり選ぶそうなんです。あ、確かに。だから顔がいいとか全然関係なくて、姿勢がいいとかその大体雰囲気とかいろんなもので結構あれですね。そうですね、はいはい、確かに。いや、なんかそういう話でもね、ちょっと後のその喫茶店でね、ぜひとも話したいと思うんですけども。わかりました、わかりました。はい、あのね、まあここでちょっとだけ話すると、僕もあのいわゆるクライアントの立場なんでわかるんですよ。あ、はい。あのね、なんだろう、役をやるときはまあ基本的な技術を持っていることも大前提として必要なんですけども、どちらかというとやっぱりこちらの要望に応えれるかどうかっていうのはすごい重要だなと思ってまして、はい。だからあのまあ翼さんはそういう点ではなんかそういうとこにも長けてるんだなってことを今話聞いてて感じました。あ、ね、うん、いやね、本当なんだろう、すごいね、あのいろんな経験されてるんで、ぜひともね、アズリ FM の世界でこのことをあの発信していただけたら嬉しいと思ってるんですけど。そうですね、また呼んでもらえば発信呼んでもらえば、ね、どんどん発信します僕のことなら呼んでもらえば、ね、呼んでもらえばわかりました、はい、いや、すいませんね、ご利用しみたいな。いえすいません、いいっすよ。はい、はい、そうですね、今日は本当に楽しい話ですいません、いやいやいや、いろんな話をさせてもらって大丈夫ですよ。いや、今回はまあ翼さんのための番組ですからね。 あ、はい、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、はい、呼んでもらってありがとうございます、ね、はい、うん、一度、まあ、一度ここに出てみたいなと前から、ちょっと前から思っていて。いつからこの社長コアズリ FM のことしてくれたんですか。ね、3、4ヶ月ぐらい前ですかね。3、4ヶ月前、はい、 前ぐらいからちょっと見とって、あ、名古屋にあそこに新しい FM あれが、まあ、僕そういうのを SNS とかいろんな見てて、はい、すげえ敏感なので、あ、はい、だからあできたんだなと思って、はい、じゃあ一回ラジオ番組出てみたいなって思ってたんです、はい、その前にあの岐阜の夢、はい、夢の種、はい、夢の種放送局、あのラジオ放送局に出たもんで、はい、一応その時はね、あの岐阜の映画、はい、アイラの監督の
柴田さんと一緒に出させてもらって、その柴田さんもまたつながりあるんです。はい、三河映画の愛の讃歌っていう映画で柴田監督とご一緒になって、それが縁で、僕の友達の MC の方とゲストで2人来てくれって言われて夢の種出たんですけどね。ああそうだったんですね。なんかいろんなラジオのいろんなそのつながりがありまして、でまたアイユラの制作がまたあるんですよ今月。あそうなんですね。あるんで柴田監督に僕もまた出してって前回は出してもらえなくて、僕ちょっと都合悪くて、今回そのアイユラって書いて出してくださいって言われて、まだちょっと保留中みたいで出してよって言ったんだけどね、はい、いやでもなんかいろんな役がこなせるそういう翼さんですんで、やっぱりなんか将来性がある俳優さんだなと僕もすごく思ってます。僕こそ自分の舞台とかラジオドラマとかで、はいはい、なんかぜひオファーしたいと思ってますもんね。あ、本当ですか、はい、またいろいろお願いします。はい、はい、こちらこそよろしくお願いします。じゃあね、まあ本当にまあもうちょっと時間もここでゆっくりしてたのは山々ですけれども、時間が迫ってきてますんで、はい、はいはい、そろそろまあ告知タイムとさせていただきたいと思います。はい、はいはい、それではね、スタッフさん例の画像のものをお願いします。はい、岡本純一は公認ナビゲーター、あずり FM 公認ナビゲーターとして出演者を募集しております。岡本純一の公式 LINE、 こちらの QR コードに貼り付けてある公式 LINE の方に、お問い合わせいただけますとめちゃくちゃ嬉しいです。はい、見えないダイヤを輝かす岡本純一公式 LINE と、はい、まあ、こちらの公式 LINE で、アズーリ応募と打って DM をください。アズーリ応募と打って DM をくださればこのアズーリ FM の方のアズリやろうよのゲスト出演をご招待させていただきたいと思います。もちろん無料です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではスタッフさんありがとうございます。以上です。はい、それではね、そろそろエンディングに入っていくわけなんですけども、翼さん今日の放送番組どうでした？そうですね、初めてなもんでちょっと緊張気味で、はい、まあそうですよね。なんか最初打ち合わせで話してた時はなんかすごい意気揚々というか、その危機とした表情でなんかいろんな話してくれたんで、はいはい、これだったらいけるぞと思ってたんですけど、なんか急に話をここでやりだしたらなんかちょっとシンボリしちゃってるんで、あ、大丈夫かなってちょっと思って、真面目になっちゃいましたよ。まあそうですよね、普段はふざけとるんですけど役でもそうなんですよ。普段ね、その入る前まではもうへっちゃら人と喋ってベラ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 ヘラ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 してるんですけど、そこに役にもう本番に入るともうコロッともう入っちゃうんですよ。だから真剣になるっていうか、今ももうこれに真剣に入っちゃってるもんですから、まあ、そういうとこあるんですやっぱり。まあそれは目が真面目ってことの表れですね。いやでもそっちの方がね、なんか人間っぽくていいと思いますよ。はい、間違いなく、はい、なんか頼みやすいっていうかね、はい、スタッフさんもなんかわーって言ってくれてて多分間違いないですね、はい、だから本当にそれでいいんだって言ってますよ、はい、イエーイイエーイ、はい、そうですね、はい、まあ言うてもね、あと6分あるんですけども、はい、そうですね、なんか他になんか皆さんに言っときたいことありますか？大丈夫ですか？そうですね、はい、ガブリーチキンキッチン会やってるんで、はい、お車を見たら、来てください。はい、YouTube とか見ただって言ったら僕から1個サービスしますので、おイエイです。イエイイエイ。アズリ FM の YouTube を見たら、ガブリチキン1個プレゼントですね。よろしく、はい、よろしくお願いします。イエイイエイ。そうですね、また僕が出るやつまた、SNS で発信しておりますので、見てください。あ、そうでしたか、はい、まあ、YouTube と TikTok はスマイル翼で検索してもらえば出てくるので、スマイル翼、はい、スマイルカタカナ、翼ひらがな、
で、Facebook、Instagram は横文字で春蔵で検索してもらいますと、紫雲蔵で検索してもらいますと出てきますので、まあ、Google で野村春蔵で検索してもらうと僕出てきます。おお、はい。野村春蔵で検索してもらうと。はい。なるほど。はい。わかりました。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。もう他に告知することないですか？大丈夫ですか？そうですね。あのまたはい、最近ちょっと歌の方投稿サボってますのでちょっと今練習中なので、はい、今この東海テレビでやってるあの鈴木伸之さんの、うん、障害ヒーローという歌は今練習してますので、今度また投稿しますので聞いてください、はい、聞いてください。よろしくお願いします。 OK です。いやね、あのまあちょっとまあなんだろう、この放送のまあエンディングのトークに移っていきたいと思うんですけども、はい、あのなんかまあ最初話してた時はいろんな話題を出してくれてたんで、はい、あのまあ打ち合わせの時ね、はい、だからまあ時間が足りないんじゃないかって正直心配になってたんです。ですけど今のこの感じだと思いのほか綺麗に収まりそうになってるんでちょっと安心してます。あ、大丈夫ですか？はい、もう僕もなんか最後の方リラックスしてきました。最初緊張しちゃったんで、はい、あ、なるほど。ちょっと慣れてきましたかね。ああ、そうですね、慣れてると思いますよ、はい、だいぶ慣れてきたと思いますよ。あ、そうですね、はい。なんかね、あの僕もね、あのまあオンライン劇場番組っていうのを、まあ、11月までやらせていただいてる予定なんですけども、まあその時になんだろうな、あのまあもしまあ次回以降、次期あの来年以降か、はい、来年以降、はい、まあオンライン劇場番組でゲスト出演とか、はい、あとボイスドラマの出演者とかそういうのをまあお願いすることがあったら、はい、ぜひともスマイル翼さんに頼みたいなと思っております、はい、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、もう岡本さん大好きですからもう今日好きになりました。あ、嬉しい、ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、お世辞でもね、こんなこと言われるのは本当初めてですよ。ありがとうございます。よろしくお願いします。いやいや、こちらこそありがとうございます。それじゃあ、スタッフさん例の、はい、エンディングテーマありがとうございます。こちらね、Rise Up Together というね、僕が AI に作らせた曲です。はい、僕の曲ではあるんですけれども、AI に作らせた曲ですので、そこのところはちょっと、まあ、お間違いのないようによろしくお願いします。はい。僕も作曲はできなくはないんですけれども、ただね、なんていうか、僕の作曲の場合は、ちょっと、非効率かつ下手くそなんで、下手の横好きなもんですからね。だからね、まあ、AI に作らせた方が早いんです。はい、僕はあの、はい、大阪のさっき言ったに、歌手のシンガーソングライターのニーナヒカリさんという方に、はい、歌ってるんですけど、はい、笑ったいね、笑ったいね、そういう題なんですけど、はい、その名古屋弁の詩を僕が提供したんです。へ、はい、すごいじゃないですか。それで歌ってくれてるんです。へ、すごいですね。ナモとかドエレアとか入ってるんです、はい、歌に。お、はい、即採用されますメール送ったら、はい、じゃあそれで歌うわ。すごい、やっぱ翼さんいろんな経験されてますね。そうですね。いや、なんかこれでまたどんどん50分続けちゃいそうなんでちょっといやね、まあまたね、あの、はい、近くの米田コーヒー店で話をしながらね、はいはい、ちょっといろんな話を聞いて、はい、させていただきます。はい、はい、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございます。はい、はい、うん、それじゃあね、まあ本当に名残惜しいですけれども今日はこれで失礼したいと思います、はいはい、それではね、最後のまあまあこの一言で締めくくりたいと思います、はいはい、それではご一緒に昭和しましょう。みんなみんな大好き大好き、ありがとうございました。大好きだよ、大好き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 大